東京競馬場本日の第5レースの発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。スパイクリーク前に行きそうです。続いてブロリーシャルマン、その外にフリーアイディア、その隣にラシアントーン、成田ブライアン、後ろからロングコロナ、そのうちに続いています。内からはサビーフォース、最後方にポーカイキャット、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度7番フリーアイディア、レースを引っ張ります。その後ろにスパイクリーク、その隣にラシアントーン、その後ろからはポーカイキャット、ロングコロナ、すぐ後ろ内からはブロリーシャルマン。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。一番人気の成田ブライアン、現在先団です。先頭は依然としてフリーアイディア、まだ粘っています。2番手は成田ブライアン、絶好の手応えです。ロングコロナ3番手、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭は成田ブライアン、成田ブライアン先頭です。引き離しにかかりました。2番手はロングコロナ、懸命に追いすがります。やはり成田ブライアン先頭だ。残り 200m、 成田ブライアン先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はロングコロナ、成田ブライアン独走、成田ブライアンぶっちぎりです。成田ブライアン1着、2着はロングコロナ、これは桁外れの強さだ。成田ブライアン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはヒシバレー、ヒシバレー先頭。2番手はアグネスパレード、追いすがります。やはりヒシバレー先頭だ。あと 200m、 ヒシバレー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ヒシバレー先頭、エアダブリ追いすがります。ヒシバレーもう一伸び、ヒシバレー、ヒシバレー1着、2着にはどうやらエアダブリ、ヒシバレー見事一番人気に応えました。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のクラウンシティ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。バラードパワー、好スタートを切りました。名勝リコール、この馬も好スタートを切りました。ビワ早秀、前に行きそうです。続いていくのがシクレノンシェリフ、その外にクラウンシチー、アドマイアナイル、すぐ後ろ、その外にウイニングチケット、白の帽子、レームハリケーン、その後ろ、内からは当選リーガル、ジャッジャシュート、そのうちに続いています。内からはアドマイアウィーク、さらにはグリークゴージャス、成田大臣、後ろから
しんがりからスイープコース、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはビワハヤヒデ、すぐ後ろに成田ファンキー、その後ろからは名勝リコール、これに続いてウイニングチケット、グラウンシチー、すぐ後ろ並んで16番、ダンシングカルメン、アドマイヤナイル、この馬もこのグループ、その外にスイープコース、デームハリケーン、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気の成田大心、現在後方からビワハヤヒデ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方からシクレノンシェリフ先手を取りました。その隣に成田ファンキー、その横にバラードタワー、ビワハヤヒデ、すぐ後ろ内からはデームハリケーン、その外からクラウンシチー、白の帽子アドマイヤウィーク、その後ろグリークゴージャス、すぐ後ろその後ろにウィニングチケット、さらにはアドマイヤナイル、その後ろにシンボリバンダム、京都競馬場3コーナー坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は名勝リコール、成田ファンキー、ほとんど差がありません。シクレノンシェリフ3番手、成田大心いい位置、果たして先頭を捉えるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は成田ファンキー、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったバラードタワー、岩早秀先頭、2番手は名勝リコール、あと 200m、 岩早秀先頭だ、岩早秀力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手は成田大心、岩早秀独走、岩早秀ぶっちぎりです。岩早秀1着、2着は成田大心、見事に勝ちました。岩早秀成田大心2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。